それでは健一さんニュースをお願いします。はい、橋本健一がお届けする必見一押しカプコンニュースのお時間です。今日のラインナップはこちら、うん、2つぐらいですね。はい、さあまずは上の、はい、バイオと丸井さんのハロウィン。はい、丸井11店舗の店頭にバイオハザードのクリーチャービジュアルが出現しております。バイオハザードの舞台となったラクーンシティや洋館を背景にした AR スポットをコラボ実施店舗内に設置しております。ご自身のスマートフォンに AR アプリアラプリをダウンロードして写真を撮ると、そこにいないはずのゾンビやクリーチャーが現れて一緒に写真を撮ることができます。ということです。先日新宿丸井メインにてゾンビが店にやってくる1日限りの特別企画実施されました。当日は大量のゾンビが店内を徘徊しまして、当日のみのゾンビメイクの体験などもイベントも開催されておりました。こちらのレポート映像を撮ってきております。こちらご覧ください。どうぞ。SNS 等でですね、あの丸井がバイオとコラボかよみたいな驚きも含めてですね、非常にこう盛り上がっております。これなんかすごい簡単で15分ぐらいでメイクが終わってしまって、結構凝ってるように見える、よく見えますかね、凹凸もしっかりと浮き出ていて、この辺とかクオリティが高いんですけど、これも15分20分ぐらいでできてしまって、とても簡単でしたね。このつまんで剥がせるミラクルペイントという絵の具と、バイオハザードの立体傷メイクセットですね、今日こちら、はい、使わせていただきましたけども、こちらの商品で、メイクの方をさせていただきました。TV をご覧の皆様、こんばんは、鈴木咲です。もう今日はすごいゾンビもたくさんいて、とても面白いイベントだと思いました。で、今回このね、パネルとかもいろいろとあるので、ぜひ皆さんこのイベント面白いと思いますので、写真を撮りに来たりだとか、なんかムービーを撮ったりだとか、そういう楽しみ方をしてもらいたいなと思います。ぜひぜひ皆さん期間中に遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、今見ていただいた、ゾンビ徘徊特別企画は1日で終了はしてるんですけども、AR スポットは、31日まで継続して、はい、10月31日まで継続しておりますので、ぜひ、コラボ店舗の、行ってみてください。また、合わせてですね、バイオハザードグッズも販売している店舗もございますので、詳細は丸井さんの公式サイトや、バイオハザードのシリーズサイトにてご確認いただければと思います。はい、続きましてグッズの最新情報になります。こちらお願いします。まずは今のですね、カプコンショップイン丸井川崎店ということで、こちら10月31日までオープンしております。はい、バイオハザードグッズも大量にありますし、ポスカード購入特、の豪華抽選会等々もございますので、見ていただければと思います。はい、次お願いします。はい、10月25日発売の真田幸村でのグッズ情報です。メタルストラップコレクション全10種あります。はい、次お願いします。アミーボですね、こちら第1弾となりまして、好評発売中となります。セキガンリオリスとライダー男の子と、セキガンリオリスライダー女の子、ナビルーと売ってますね。はい、ナビルーのアプトノスで、ナビノスでしたっけナビトスね、はい、ねナビノスだよね、普通は。まあ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 ね、そういうチョコラちゃんはそういう名前つけたという感じでね、はい、結構ね能力高いと、かなり空いてますもんね。はい、遺伝子の穴9個なかなかいい特殊なスキルも持っておりますということで、はい、次お願いします。
はい、こちらはですねストーリーズのグッズなんですけど、こちらゲーム中に使える QR コード付きのグッズになります。ジョラムフィット4アミーボは、幸福のお札の QR コードが付いてます。カバー4ニューニンテンドー 3DSLL は豊作のお札、はい、ポーチ4ニューニンテンドー 3DSLL は発見のお札の QR コード付きとなっております。気になる方はぜひお願いします。さあ次お願いします。はい、10月発売のモンスターアタックズ情報です。ぬいぐるみ全4種10月27日発売ですね。ミニマスコットぬいぐるみも、はい、10月27日です。あと、こういう発売中ですけども、カプコンフィギュアビルダー、モンスターハンター、スタンダードモデルプラス、ボリューム6、すごいラインナップですね。はい、ぜひ気になる方、買っていただければと思います。さあ、次お願いします。ハッピーハロウィンモンハングッズ情報ということで、ドンキホーテ限定モンスターハンタークロスコスチュームセットハンター男ベルダーシリーズということで、こちら好評発売中、マグカップ、ですね。はい、こちらも発売中です。あとはステッカーですね。はい、Bサイドレーベルさんとのコラボのものも出てます。さあ、なんとスタジオにドンキホーテ限定モンスターハンタークロスコスチュームベルダーシリーズを着た方いらしていただきました。この方です。マスクマン。いや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 、ああね。これよー、それ何、あ、エア体験みたいな感じかな、なんなんや、あ、体験かな、体験っぽいな。はい、おーおーおー、ため切りだだ、あれ、あれ、あー外れてるし。はい、こちらの東京都限定で、発売されておりますのでね、ぜひ、なかなかね、しゃれてますよ。うん、いいですね。はい、気になる方はぜひドンキホーテ買ってみてください。お願いします。はい、以上必見一押しカプコンニュースでした。